文系の SE プログラマが転職する前に考えるべきこと文系なのに IT エンジニアになっちゃったけど大丈夫かな理系の動機に比べて自分は向いてない気がするかも文系でもエンジニアとしてやっていけるかな一般的に SE プログラマは理系の職業とされていますが実際のところどうなんでしょうか私は高校2年生の時に文系コースを選択した文系人間でした 高3の1学期に受けた模試で偏差値が48だったのを見て、偏差値48から受験勉強を頑張っても大して大学行けないよな、だったら、今勉強する分を社会人になってからも勉強し続けるということにしよう。と考えて、大学に行かず情報処理の専門学校に行ってプログラミングを学びました。文系の私でしたが、特別な努力をしなくてもプログラミングできるようになったんです。その後、プログラマーに就職していろいろな職場で働きました。どの職場でも、半分は文系出身の人たちでした、全員に聞いたわけではないので正確な割合ではありませんが。 私の経験上、文系だから知識が足りなくてできないという仕事は一つもありませんでした。職場の人に聞きましたが、みんな同意見でした。なので、もしあなたが、自分は文系だからエンジニアは向いていないんじゃないか。エンジニアの仕事は難しすぎて、別の職業にしようか。と思っているのであれば、もう一度、よく考えてみてほしいんです。そんなわけで今回は、文系の SE プログラマが転職するときに考えるべきことを紹介します。ほとんどのシステム開発に高度な理系の素養は不要。 プログラマーが理系の職業だというのはその通りでしょう。プログラミングは論理の積み重ねであり、数学と似た要素を持っています。だからといって、ほとんどのシステム開発では高度な数学は不要です。DB からデータを出し入れする、入力データの間違いをチェックする、などの手順を書いていくだけだからです。もちろん、高度な数学を使うシステムもあります。EC サイトのレコメンドエンジンを作るにはベーズ推論という数学理論が使われていますし、Google の検索エンジンにも数学の線形台数が使われています。 ですが、私たちが入社するようないわゆる普通の SIR やサービス運営企業では、数学ではなく、手順を構築していくことがほとんどです。手順を書く、て文章を書く、ようなものです。むしろ、文系の方が向いているとさえ言えるかもしれません。文章を書くといっても、プログラミングは小説のような文章を書くのではなく、コンピューターへの命令を淡々と書いていく作業なので、作家のような文才もいりません。いやいや仕事をしてる人は学ばない、プロジェクトのメンバーと技術書について話していたら、俺、今まで技術書なんて買ったことないわ、という人がいました。 この人は理系出身の人でした。こういう人は結構います。業務システム、ウェブサービス、スマホゲーム、と様々なプロジェクトに参加しましたが、業務システム開発のエンジニアは自ら技術書を読むような人は少数派だった気がします。一方、ウェブサービスやゲーム開発の職場だと本を読んだりウェブサイトなどで勉強してる人が多いようでした。つまり、なぜ、そうなるのでしょうか。業務システム開発の仕事イコール仕事がつまらなく嫌々やってる。ウェブサービスゲーム開発の仕事イコール仕事が面白いから向上心が湧く、ってことなのでしょう。 もちろん、業務システム開発の仕事を面白いと思ってやってる人もたくさんいるでしょうけれど、傾向としてはつまらないと感じながらいやいや仕事してる人の割合が高いと感じます。つまらない仕事をしてる人は仕事へのモチベーションが低いから、向上心が湧かず、自ら学ぼうとしません。あなたがそうならないためには、面白い仕事をすることが重要です。文系出身か理系出身かの問題ではないんです。あなたにとって面白い仕事をしよう。 先ほど、業務システム開発は多くの人にとってつまらないと言いましたが、あなたにとって業務システム開発が面白いのであれば、何の問題もありません。業務システム開発に限らず、今あなたがやっている仕事をつまらないと感じているのであれば、転職して面白い仕事ができる環境へ移るべきです。そうしないと、あなたの才能が無駄遣いされてしまいます。俺は特別な才能なんて持っていない、大げさだなぁ、と思われたかもしれません。しかし、あなたはプログラミングという特別な能力を持っています。人類の中でコンピュータのプログラミングができる人間は限られています。 それに、現代社会の発展の多くは IT 技術によるものです。30年前はインターネットも携帯電話もありませんでした。10年前はスマホだってありませんでした。これらのテクノロジーがどれだけ私たちの生活を変えたでしょうかこれらを生み出したのはあなたや私のような IT エンジニアです。私たちは人類の中で超貴重な才能を持った人材なのです。そんなあなたが、つまらない仕事をやっている場合ではありません。私は10年ほど Java の業務システム開発していましたが、もっと面白い仕事をしようと決心し、Web サービス,スマホゲーム開発のエンジニアに転身できました。 一歩踏み出せば、やりたい仕事、面白い仕事ってできるんです。